久保さんルルノめめちゃめちゃゃいますね、はい、で今回はね、さっきね、ブログを書き終えたんですけど、使わなければ使われると。まあ、2種類あの大きく分けていると思うんですよ。今、まあ、人生としては。会社に雇用されて、会社で使われる側と、まあ、会社を設立して、会社で人を使う側ですよね。まあ、2つじゃないですか。 あなたが会社で就職して働いてるんだったら、その雇用している人もいれば、雇用されるあなたもいると。この2極ですよね、大体は。この世の中っていうのはね。まあその話をしたんですけど、まあ僕はこの2極両方を体験してね、思ったこと。まあ、その多分従業員の方はね、僕が言わなくてもね、みんな不平不満あると思います。自分が会社を決めたんだけども、給料に不満だったり、人間関係不満だったりとか、会社のやることなすこと、なんか、なんか方針が不満だったりとか、いろいろあると思います。 今の会社がハッピーでね、幸せですっていう人であるならば、多分久保さんと僕の動画あんま見てないんじゃないかなと思います。で、もう一つは、まあ、人を使う側ですよね。でもこれはほとんどの人が経験しないことなんで、まあでも久保さんは経験してますから、まあよくわかっていただけるんですけど、まあ僕が昔、その従業員にね、あの、吉谷さんが帰らないから早く帰れないんですよって言ってね、言われてちょっと切れたんですけど、その民間企業っていうのは <laughs>、売り上げ作んないとそこから給料発生しないので <laughs>、 給料は天国から何そのなんか札束を降りてくんのかと思ってんのかっていう思いたい、なんか言いたかったですけどね。<laughs> お前らの給料はどっから出てくんだって話で、降ってこないですよお金なんか。だから売り上げ作んないとダメで。なんで、あの、まあ、そういう僕は、 すごく感じたことが昔ありましたけどもまあそういういろんな経験をして思うことが最終的に僕はね自分自身を使う人生が一番いいんじゃないかなと思います自分自身を使う人生ですね自分自身を使う人生っていうのは自分を使えばいいだけなんですよで人に左右されずになんだ従業員にもああだこうだ言われることもないしもうたった一人で自分自身を使いまくって、えー、生きていくとでこれはテクノロジーが発達したおかげで今 YouTube、ね、がこうできるので僕は雇用 雇用しなくても自分を雇用し YouTube に出社すればねあの、自分が分身ができるわけですよ、1人ね。で、ブログを書けばね、ブログに今日の分身ができるわけですよ。だからもうアーカイブっていう機能を活用して自分の分身を作りまくっていくっていう、この考え方で僕はもう5年ぐらいやってますけども、ああ、よかったなと。 で、これが僕は次世代の考え方、あの、新しい生き方なのかなと。今までっていうのは使う側、使われる側か使う側。この2曲しかなかったけど、これからはテクノロジーを使うことによって自分自身を圧倒的に使えるようになった。自分自身のクローン人間をたくさん作れる。しかもデジタルでね。うん。しかも合法的にね。 これはね、すごいことだと思いますね。だから自分自身を使うという人生を送ることを非常にお勧めしますね。まあ、ネットワークビジネス、もネットワークビジネスの会社に使われてる側ですからね。行ってらっしゃい。